こんにちは。JKC 公認訓練士、ドッグトレーナーペットビジネス学科の岡田です。今日はワンちゃんの抱っこの仕方を紹介したいと思います。今日のパートナーは愛犬のいぶきと学校犬のガンモくんです。では抱っこしてみたいと思います。まずは小型犬のガンモくんからです。この子はダックスフォンドという犬種で、胴が長いワンちゃんです。なので、このように宙吊りするように持ち上げてしまうと腰を痛めてしまう恐れがありますので、少し安定させたアタックの刺し方をします。じゃあワンちゃんを横にしますね。ワンちゃんの横につくようにします。するとワンちゃんの横から手を入れて下に手を回して、胸元に手が回るようにします。で持ち上げてあげます。せせせ時に肘の部分でお尻を安定て支えるようにすると安定します。で指は胸元を支えるように回します。で空いた手でワンちゃんを支えてあげると安定します。で下ろす時はゆっくり下ろしてあげましょう。せせ見えないでしょ。では次はちょっと大きなワンちゃんですね。大きなワンちゃんは先ほどのように片手で持ち上げようと思うと大変なので持ち方をちょっと変えますね。ただワンちゃんの横に来るようにして今度は片方の手を前足の脇に通してもう片方の手は後ろの脇に通します。それで持ち上げてあげます。もしこの時に暴れてしまうようでしたら自分の方に引きつけて引き寄せて、動かないように固定します。そのままだと苦しいこともありますので落ち着いたら緩めてあげましょう。下ろします。もう一つのやり方をしますね。さっきと形は似ているんですけれども今度は足をの上に前足を乗せてあげて持ち上げやすいようにします。で片方の手は、首、胸元の方に手を入れてもう片方の手はお尻を支えてあげます。でこのように持ち上げると大きなワンちゃんでも安定して持ち上げることができます。以上で抱っこの紹介を終わります。また次回お楽しみに。